集まりいただきまして誠にありがとうございます。いやー、朝から引き続き寒いですか。寒いね。そりゃそうじゃん。手がかじかんでいるという方は、まあ、手袋をつけてください。それだけ。本日もね、お越しくださりまして誠にありがとうございました。ありがとうございます。お客様だから貧民止まりなんだぞ。ごめんなさい。まあ今のわしらの中でな、大富豪がブームでしてな、トランプでちょこちょこやっておりますからな、詳しくはツイッターをどうぞ。ということでわしらはですね、400年の時を超えて蘇りましたグレートギャスコ青い武将隊でございます。さあ行ってみようかな。泣くまで待とう。本当にです。皆さん後ろの方もどうぞ。泣くまで待とう。ホトトギス。私も泣くまで待とう。ホトトギス。ありがとうございます。昨日言い方ばかりでどうもありがとうございます。だからお客様な。今度お願いします。はい、大将会の説明。はい、そういったところでですね、我々グレート家康子は青い武将隊の武将9名おるんですが、毎回ですね、2年ほど前に出てきて皆様にちょっとしたおもてなしをしようという、そういうコーナーがございます。では今日はどの2人が出てきてくれるかな。皆さんこんにちは、平井なたいでございまする。青い武将隊初めてご覧になられる方、はい、あれちらちらいるね。やっぱりね、青い武将隊ね、あんまり見たことがないという人もおれば、やっぱり我々の武将知らないという方多いじゃろう。という方のために、本日このようなコーナーをご用意いたしました。3分でわかる戦国武将のお時間でございまする。さあ本日は青い武将隊の宴会部長、センスでおなじみの平井は近吉殿でございまする。1542年現在の愛知県ぬかた郡高田町で生まれまして、この服部半蔵殿、渡辺守綱殿、徳川家康公とはなんと同い年でございまする。そして家康公からの信頼が非常に厚く、家康公の嫡男、まあ息子じゃな、松平信康殿が元服した際に補佐する役目を負いまするね。ちなみに元服は今でいう成人式みたいなものでございまする。そして1579年、織田信長殿の要求により信康殿が自害してしまうとね、その責任を感じて自ら謹慎しますって言うてね、謹慎いたしまする。平井近吉殿のね、あの生涯はこの辺でね、あの山場となっておりまして、あとは加工するばっかりでございますので、言い方ないそんなことない。まあその他の詳しいことはね、ウィキペディアの方で検索していただければいいかなと思います。会談なりするの短すぎるじゃん。まあまあまあ、さあこんな感じで3分でわかる戦国武将のコーナーいかがでございますでしょうか。1分ぐらいしかなかったんですよ。3分もなってないな。1分以内見ても4曲ぐらいしか乗っ取らんねえな。まあまあこんな感じでね、次回は一体どんな武将が登場いたしまするかな、楽しみじゃね。お楽しみに。以上、平井の隊のお時間でございました。ありがとうございました。ありがとうございます。どうも。私紹介されただけで何も取らんけど。あっさりしたね。いやいやいや、まあな、みんなのお母さん、こんな感じで娘さん頑張っております。何言っとるの。ね、みんなのお母さんね。はい、乙女の乙女のところでですね、ここからは我々武将隊の人間と、実際に皆様が、戦ってみようという、そういうコーナーがございます。一騎打ちタイムじゃ。よいしょ。